車ありがとうございます。この列車は16時47分発特別快速軽井沢リゾート4号軽井沢駅です。お待たせいたしました。まもなく発車をいたします。妙高峠を出ますと次は黒姫に停まります。
口は左側です。料金を出ますと次は上に止まります。
は左側です。船を出ますと次は豊野に停まります。
車ありがとうございました。まもなく豊野です。降り口は左側です。お乗り換えのご案内をいたします。新山線普通列車の中野駅は降りられましたが、同じホーム向かい側3番線から17時22分の発車です。新山線普通列車の隣野沢温泉駅は発車をお渡いただきました1番線から18時18分の発車です。車内に落とし物お忘れ物なさいませんようお気をつけください。それのお出番と次は長野に止まります。
まもなく長野です。5番線到着、降り口は右側です。お乗り換えのご案内をいたします。北陸新幹線をご利用の皆様、2階新幹線乗り換え改札口へお進みください。高坂575号東京行きは17時34分の発車です。さらやき511号金沢行きは17時48分の発車です。山鉄道線各駅停車小倉駅は降りられました。同じ方面向かい側3番線から17時39分の発車です。特急品の24号名古屋駅は発車をいただきました6番線から18時11分の発車です。その後普通列車の甲府駅は降りられました。同じ方面5番線から18時17分の発車です。車内に落とし物、お忘れ物なさいませんようお気をつけください。
車は特別快速軽井沢リゾート4号軽井沢行きです。停車駅は小倉、上田、終点軽井沢駅に停車をいたします。この車の駅は通過いたしますのでお気を付けください。途中小倉駅が17時44分、上田駅が17時57分、終点軽井沢には18時30分に到着をいたします。列車は2両編成での運転です。お手洗いの手すりはございません。ご不便をおかけいたしますがご了承ください。列車のドアは自動で開いてまいります。開くドアにお気を付けください。車内で出ましたゴミの持ち帰りにご協力ください。次は小倉です。
ありがとうございました。まもなく、終点軽井沢、終点軽井沢です。一番線到着、降り口は右側です。お乗り換えのご案内をいたします。北陸新幹線をご利用お客様、南海、改札通常でありまして、中通路を右側、新幹線乗り場へお進みください。松坂572号東京行きは18時54分の発車です。車内に落とし物お忘れ物なさいませんようお気をつけください。終点軽井沢、終点軽井沢です。